平野紫仕様、横浜流れ星と距離を縮めた夜の交流、仕事終わりに誰もいないところで、皆さん、8月末の夜に起きた驚きの出来事を覚えていますかそれは、元キングプリンスへの平野仕様と俳優の横浜流れ星がインスタライブで共演し、多くのファンを魅了した瞬間でした。 この記事では、二人の交流に迫り、彼らの特別な関係の背後に隠された共通点を探ります。横浜がサプライズで登場。8月30日、平野耀は自身のインスタライブを開始しました。最初は一人で進行していましたが、ライブの終盤には突如として横浜流れ星がサプライズ登場。二人は久しぶりから、 と挨拶し、お互いのインスタグラムをチェックし合い、食事に行く約束を交わすなど、笑顔で視聴者を魅了しました。ライブの視聴者数は52万人を超え、ネット上では歓喜の声が多数上がりました。波長が合う平野と横浜。平野仕様と横浜流れ星は、2018年の映画、ハニーハニーで共演し、その後も親交を深めてきました。 ある芸能事務所関係者によれば、平野潮は天然で人懐っこいイメージがある一方、人見知りで共演したタレントに自分から連絡先の交換を言い出せないことがあると言います。そのため、 プライベートで遊ぶことが多いのはキングプリンスへのメンバーですが、横浜流れ星とは不思議と波長が合うようで、お互いを下の名前で呼び合い、一緒にドライブに行くなど、親密な友情を築いています。夜の交流で距離を縮めて、平野仕様は歌やダンスで多くの人々を魅了し、一方、 横浜流れ星は俳優として多くのドラマや映画に出演し、アクションもこなします。お互いに多忙なスケジュールを抱えながらも、2020年のコロナ自粛期間中には頻繁に電話で話していたそうです。夜中に電話をすることが多かったといい、特に平野市用からの電話が珍しいことから、彼は横浜流れ星に対して特別な信頼を寄せていることが伺えます。 直接会えなくても、誰もいないところでの夜の交流で二人の距離は縮まったようです。二人には共通点があって、二人の関係を考える上で共通点も大きな要素の一つです。前でのテレビ局関係者によれば、平野塩と横浜流れ星はお酒を飲まないという共通点を持っています。 平野紫仕様はお酒が苦手で人見知りなため飲み会で大騒ぎするタイプではありません。横浜流れ星もお酒の場で失敗したくないという思いから普段お酒は飲まないとされています。飲まない者同士、シラフでも本音で語り合えることが二人の友情を強化しているかもしれません。結論。 平野紫耀と横浜流れ星の夜の交流は、二人の特別な友情を証明するものです。彼らは忙しいスケジュールの中で、誰もいない夜に心を通わせ、共通点を見つけ、お互いの信頼を深めています。この友情はファンにとっても魅力的で、今後も彼らの交流が続いていくことは間違いありません。読者への挨拶。 平野氏仕と横浜流れ星の素晴らしい友情についての記事をお読みいただき、ありがとうございます。彼らの交流が今後も続いていくことを願いつつ、二人の素晴らしいキャリアと友情に敬意を表します。キャリア